よし、では次の教会からの任務やってみましょう。次がなんだ？次が鉄の需要。あ、なんか開いてるね。投射物の嵐っていうのが開いた。なんか前回さ、ドームの跳ね返すっていうのが解放されたっぽかったよね。まあ、これもあるんだ。これの目標は異物回収だ。鉄の需要はさ、鉄200個を配送だって。うわ、制限時間とかある。そんなのあるんだ。へえ。組合からの緊急要請のため、大量の鉄を手早く搬送。追加ガジェット1機で30分以内に鉄を200個。うわ、これどうなるんだろうな。じゃあちょっとやってみます、これ。で、追加ガジェットでしょ。まず、ドームワーティの、鉄の納品、納品ってどうすんだ？パワーアップできないってこと？基本はドローンに集めてもらいたいんだけど、あと追加ガジェット。何がある？あの、ドリルある？ドリルないか。あ、地下ステーションあるんだ。地下ステーション、一択感が今すごくない？地下ステーション一択感がすごい。よし、これで行ってみようか。あとバッジもらったんだな。一個ある。あとさ、無効にすることできるって書いたんだけどさ、これ、あ、これで有効か。あ、だから何も関係なかったんだな。これ、オンにしといた方がいいのかな。あと一個あるから、武器用追加武装っていうのが見つけられるのか。あ、で、これを開けとくと、例えばツインレーザーとかが見つけられるようになったりするんじゃない？ですね。取っちゃった。まあ、この2個は取っといていいんだろうなっていう感じじゃない？ツインレーザーを取れるか取れないかで随分違うと思うので、まあ、これはこれでありでしょう。じゃあこれで行ってみる？じゃあ、鉄の需要行ってみましょう。パワーアップはしつつ、え、なんだあれ？え、敵来ないとかある？これ。ちょっと待って、ドローン動いてないな。俺はちょっと掘るわ。ん？敵が来ないとかはないよね。とりあえずドリル1個取ったら、あれやろ？ウェーブ来るまでのあれをちょっと見てみましょう。まずドリルね。まず、あ、ここを押せばってことか。あ、ちょっとずつじゃないんだ。ちょっとずつじゃなくて、あれ？あ、敵来ないわ、これ。え、本当に？敵来ないっすよ。ああ、そう。ああ、30分以内に集めて、そうなんだ。わかりました。はい。じゃあ、ドローンいるから、俺はずっと掘ってりゃいいんだよ。ドリルだけひたすら強化して。そんなゲームモードもあるんだ。面白い。敵を倒しつつやるのかと思ったら、そういうんじゃないんだね。さすがにドローンはあれだけだと遅いか。俺の移動速度は多分上げる必要がないので、ドローンの回収とドリルだけ強くする。ずっとあとこもってていいはずだから。あとここであれか、パワーアップの設定がそのステーションでやれるとまた楽なのか。ちょっとドローンやろう、ドローン。ドローンやるのは、水が必要だから、ちょっと、回収ドローン増やして。速度も上げないとダメだね。ドローンのね。俺は多分、速くする必要はない。ドローンの、あ、戦闘に関係するスキルツリーがもうないんだ。面白。
はい。あとその場でパワーアップできる。ああ、うん？あ、そっかさ、ダメなのか。上で見ないといけないのか。その場で、あのステーションに入ってパワーアップできるやつを解放できたらさらに楽になる。って感じよね。それやろ？わ、ウェーブ来ねえんだ。面白。平和な星もあったもんだね。あるね。とりあえず一回持ってってドリルとそのステーションで強化するやつだけ取ろ。200個溜まった時点でクリアか。だから場合によってはドリルとか一切強化せずにやるっていうのもありっちゃありなのかもね。リモート強化。これ、あ、水が足んねえわ。水がないんだ。断層スキャンとかいらないでしょ？ハイレゾもいらないから。水。ドリルあげてもよかったか？いや、アラートの音を聞く必要がないってなんかすごい気が楽。せかされることもない。いや、これドリルあげてからだな。で、水を1個あれば。そっちはまだいかない。水、これでドローンの速度とあとそこで強化できるようになる。そうするとこの往復がもういらなくなるから、まず、リモート強化。取る。あとドローン。あとはドローン上げていくだけだね。転送ドローン。はい。じゃあ、ひたすら掘りも、あ、あれは？ドリル上がる？ドリル上がるね。ドリルだけはもうひたすら上げてよし。やっていきましょう。下の掘るか。見えてるんだったらね、先に掘っとこうね。ステーション来てくんない。また変な掘り方したな。で、本当にドリルだけは最強にしちゃっていいと思うんだよね。もうこの緑かなり硬いので。ガジェットとか出んのかな？そっか、ガジェットだけは持ってかないといけないのか、上に。そういう可能性はあるのか。ドリル、重要、あ、いけるね。どんどん、強化します。水が欲しい。ドローンの速度上げたい。あるんだ。あるんだね。戦闘系とか出てもしょうがないんだけど。おっそ。ちょっとこういう時だけちょっとドキドキする。速度上げたくなるけど。だからもうガジェットを無視するっていうのもあり。別にクリアするだけだったら別にガジェットなくてもいいんじゃないとか思っちゃう。ブラスターとかあるとまあ嬉しいっちゃ嬉しいのか。さあ、清水機と梱包機能。濃縮機は水をゆっくりと生成する。水いいね。水にしよう。梱包機能もいいけど、いいね。これで1個なったね。あ、生成機が速くなるんだ。へえ。どうなるんだろうな。いや、いらないっしょ。あ、でも戻ってこないといけないのか、これ。あの水を取りに。微妙だな、そう考えると。俺、戻らないからね、もう。いや、マジでやっぱ、
ガジェットいらない説あるわ。水が入る頃にまたステーションに入ってドローンの速度アップを取ればまた運んでくれるはず。ただ30分、お、水いったね、持ってってくれたね。30分って意外とじゃない？どう？水まだ1個か。2個になったら速度が上がります。いいね、水増えた。なんか生えてくんな。200個ね。硬い。ドリル上げたい。ん、これで速度上げていいんじゃない？もう。緑の岩はもうすぐ壊せる。で、ドローンね。ドローンの速度。はい。茶色がちょっと硬い。ドリル次が22個ね。水出たね、また。茶色。レンガ調の茶色がやばいかな。まあ、この形の茶色はちょっと硬いな。22個欲しいな。出てきた。硬い。おっと、え、こんなガジェット横並びとかある？しかも水いるんだけど。一応やるか。ブラスターあったらそれはそれでって感じ。ただちょっとね、移動速度がね、さすがに4個とかだから速度アップ1個取るか。1個だけ取る。8分ぐらい経った？メーター的には。お、水来たね。おお、来ました、パワードリルー。何、マッピング機能って何？移動基地に入るたび坑道のミニマップが表示されるようになる。へえ、地下ステーションの追加武装だって。いや、パワードリルでしょ。これはもうやみつきよね。一度使ったらもうやめられねえっすよ。強い。で、ドローンちょっともうあれか、間に合わないんだな。台数と速度上げましょう。水いったかな。ドローンのいけるね。7個入ってるわ。じゃあこれとこれ、もうそろ、あ、早いね、めっちゃ早いね。そろそろもう貯めていいんじゃない。全力ダメ、全力ダメ、鉄全力ダメ。で、200個ね。いや、このね、壊せない壁を壊せちゃうっていうね。タコ。あ、なんかデザイン違うな。ニュータコだ、ニュータコ。おっと、いや、なんかもうそろそろクリアできそうな雰囲気じゃない、これ。もう一回ぐらいやっとく。ドローン2個か。足らんか。水が足らんか。最強装備揃っちゃったからな。1回で壊せるんだもんな。ちょっと硬い。
取るか、もう一個取るか。22個かな。31個今持ってるで、22個でパワーアップ。さああと200個頑張ろう。これでもうサクサクっと、なんかもう種まいたって感じだよね。でここも一発で壊せると。いやー横が広いね。あ違う地層だ。ピンクの次は青か。なし。さあ青の地層がさらに外側に広がってる。で1回じゃないんだ。へえ硬いんだね。まあまあいいか、まだ青に行く必要はないよ。おっと、おお、なるほど、置いとけばドローンが。これドローン多分足んねえな。ドローン最強にしよう。水が持ってかれねえな。どんどんあれだよね、深くなってってるから、まあ、そりゃそうだよねっていう感じなんで11台になる。はい、次は速度で。ドローン最強にしちゃった方が多分クリアに近づきそうな感じがするわ。まあ、そのために水が必要なんで、またあの清水機なんだっけ、濃縮機見に行った方がいいかもね。おっと水ないです。おっとえそういうそういうやつなのこれ。なんか嫌に多くないガジェットが。だからそろそろ半分経つ気がするんだけど。ドローン俺を運んでくれ。まあ上下移動そんなしてないから無駄はしてないよね。ドリルがでっかいのよ。さあ、おブラスター来たね。ブラスターが多分いいかな。使い変わらんか、今いらんか、ドリルあるから。どっちもいらんわ。コバルトもいらんわ。どっちもいらんな。ブラスターちゃんと使うんだったら強化しないと意味ないもんね。その鉄はもうないんじゃないって感じだよね。そんなに。あもう一個運ぶ、どうせなら。いやちょっとウェーブ来ないとなんかすごいサボってる感がする。いいんですかっていう。いやまあ液体生物のいない星もそりゃあるよね。そりゃあるよ。さあまたじゃあ見たことのないガジェット出るといいね。方向性チャージ、一方方向に移動するとスーツブラスターがトンネル上に岩層を爆、あブラスターの強化なんだ、面白。移動しながら撃つとそっちに爆破の範囲が広がるんだ。あとマッピング機能、ちょっと方向性チャージやってみたい。強化は？方向性チャージの強化はないよね。ブラスターの、まあ、前回、あるわ。あ、まあ、取りましたよってことね。この強化を取りましたよってことか。だからこんな感じでガジェットを入れると、ツインレーザーが増えたりとかするんだろうね。そういうガジェット見つけないとドームが最強にはならないよっていう、そういう仕組みに変わったじゃない？全般的におそらく。
お、鉄が復活してる。鉄のなる木だ。ピンクもすぐ壊せる。さあ、チャージ溜まったんでいきますよ。こうやるとよくわかんなかったね今。ちょっと待って、方向性、方向性めっちゃ出るじゃん、めっちゃ出るじゃん。もう溜まってんじゃないこれっていうぐらい出てる。あ、またもう鉄が1個、すごいな。いくつになったかな。これ入ればさ、所持数わかるからさ、ここのこの資源管理システムをやんなくていいっていうのがこの地下ステーションの強いとこだよね。で、水増えたんで、まあ、速度か台数、速度かな。生成機能はいらないでしょ。ブラスターもいらない。乾燥機関もいらない。まあ、今度こそ。ドリルももういいでしょ。今度こそ200個食べましょう。マジで時間があと半分って感じだ。終わりだと？なんかああいう空洞急に出てくるとなんかドキッとするね。うんー、鉄でねー。お、これ、あ、スーパーキノコ的なあれか。キノコと木の実があるんだな、だから。効果切れた。いや、全然出ねえな。青硬いんだな。水、いや待って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 、急に出なくなったぞ。水ばっかり。ドローンも速い。ちょっと待って、鉄出ない。鉄どうした。今いくつ ?102 個。あと100個だ。いらないよな、他。ドローン増やしとく、一応。ドローンが、5の8。増やす。まあ、これ本当、これが本当にラスト。やってきた。やってみるとね、ああ、こんな近くにあったんだ、みたいな。そんな感じよね。いっぱい出るね。いけそういけそう。まあミッション失敗するってことはもうなさそうだね、これで。いや、ドリル拾ったのでかいんじゃね、相当っていう気はするね。おっと、いやちょっとやっぱブラスター微妙。2回か。ドリル取っちまうか。まあ時間はまだあるしね。17分ぐらい経った。こっち側がの全然ないね。なんか茶色は硬いんだ。ちょっとドリル取るか、もう一個。うわー、なんだろうね。偏りすごいよ。よし、ちょっとドリル取るわ。今いくつ ?150 ぐらいいった ?150 いってる。ドリルいっちゃって、さらに上あるんだけどね。
まあ、時間的にあと12、3分って感じだろうか。まあ、こんだけドリル強ければサクサクっとチャージ。いや、ちょ、わかんない。その方向、なんだ方向。ちょ、待って。全然出ないんだけど。ガジェット、いや、ちょっとね、いいかな。え？横並びガジェットとかある？とりあえずいいかな。ガジェットがめっちゃ増えてる。やっと来た。おお、めっちゃある。ドローンの通り道が。水増えたんでドローンを増やすこともできるが、いや、もういいんじゃないか、さすがに。なんか随分資源減ったって感じがするね。あと80個、やばそうじゃない。なんか急激に ドキドキしてきたよ。間に合うんですかこれっていう。おっと、まんまいらない。使い道が今のところないコバルト。あるね。水、横行った方が、そうそうだね、なんかね、そんな気配がした。終わった。横、これで終わりか。上下硬い壁、本来なら壊せない。いや、もう行くんじゃない？これで。なんていう楽観視。あるね。ドローンの風十分っぽい。いや、もう行くんじゃない？マジで。なんもねえんだ。水が20あるから、ドローン速度上げちゃうか。もういらない気がするんだけどね。速度最強。あとは見えてるあの鉄を運んでくれれば。俺に運ぶ能力はないから。頼んだ、ドローン。ガジェット2個無視っていうね。新しいプレイスタイルだ。なんかほんと下掘ってってもないね。横なのかもしれない。いやー、結構時間ギリな感じになってきた。楽勝ムードだったのに。見当たらねえ、鉄。やっと。一回見つかるとね、大鉱脈なんだけどね。どう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 。お、たまった。じゃあ、クリア。今、俺の頭にドローンくっついてたね。
じゃ最後の最後は、まあ、ガジェット持ってきつつ本拠地で納品して終了にしよう。これすごいよね、横並びガジェット。許されるんだね、そんなこと。いや、俺は全然許すよ。遅い。こうしてる間に200を超えて、だったら速度上げようぜ。225個。OK。200下回らなければ OK だ。それでも俺よりドローンが速い。やっぱ運んでくれるドローンは相当強いな。さあ、これが何なのかを見たら、爆風弾と資源変換器。まあ特にいらんかったな。やったことのないコバルト変換するか。コバルト変換した。水が落ちる、落ちる。あー違う。じゃあ納品して終了です。これね、ほい。さあ、クリアでございます。これで新しいステージ、ガジェット、新ガジェット解放なんだろうな。行動全体見るってなんだ。あ、こんな引いたやつで見れるんだ。へえ、よう掘ったもんだ。新しいステージ戻るか。